はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう、いい散歩系というわけで散歩系の実況をしていきたいと思います。というわけで更新が来たのでいろいろ見ていきたいと思います。はいひどいね、ちょっとヘロヘロですが頑張っていきます。リューダーがごめんなさいね、ごめん、もうガラガラでごめんなさい、ね、本当。ミロショク先生が終わって新旧に切り替わったと、なんですかね。なるほどね。ショータイプ連携と、ショーへの検索、武力と操作時間をショーアップ、3ターンショーアップか、で反逆の流しか。なるほど。でこちら、ショーコ、架空ショーピックアップガチャと、十条寺もいるよ、2個。ショーコちゃん、ショーコちゃんの散歩系だってこれ初めてかな。だよね。機関銃上機の物証の出現率がアップするよう、これは翔子ちゃんはぜひ引きたいところでございますね。どうなっていくかな。副将、そして十条寺。翔子ちゃんは除血タイプで、出向手っていうんだっけこれ。指揮をショーアップ。集中攻撃を簡単なダメージをショーアップ。いいですね。で、流星の DCT。敵全に小ダメージを与える。翔子の治療ができるより高いほどダメージを。おー、ダメ系ですね、これは。で、治療を持つと。超ダメージか。で、各賞が優勝タイプで、修羅。防御すると体力が相性回復。致命的な痛みを受けた際に一度だけ1点。おー、すごいね、これ。なんか、歩兵と、あれは組み合わせたみたいな感じ？なんだっけ。忘れた。で、修羅の行動。武力が中アップ、攻撃できるダメージが昇段。4ターン。4ターンも、十字さん。で、十条寺が石人破壊持ってて、で、文人タイプが。おい、王子が袖通した。ごめんなさいね。で、消費者指揮が多いほど、敵全員の武力と出力をダウン。ほうほうほう。まあ、一応、感銘的なやつだね。で、さらに指揮を10以上消費してると、敵全員の武力をダウンさせる。なるほど。で、次を持つと。なるほどね。出た。そして、馬領が襲来してきました。ハクビさん。まあ、鍵クエストですね。例によって。鍵をやって。で、鬼級とかの攻略動画的なやつは、また後であげます。で、歩兵持ちと、ハクビの訓導。次は強アップ。攻撃できるための相談は3ターン。で、追跡は食らい持ちと。なるほどね。まあ、やっぱ楽しめるかな。鬼級をバシバシやっていきたいと思います。そして、こちらですね。伏龍のレイ・マイちゃん。まあ、諸葛銀ちゃんが襲来するイベントね。もう一度にちょっとやっております。まあ、頑張ってまたね。絆をマックスにして、あとまあ、ノーマルミッションというか、イベントミッションが達成をしていきたいと思います。はい。で、諸葛銀ちゃんが襲来キャラで、特に魅力、浄化の号令。味方全員の武力がショーアップ、毒、麻痺、封印、混乱の状態上解除。いいですね。結構割とね、メタカードになるからね。まあ、まあ、前回もね、他にも治療持ちの子がいたけど、いいと思います。まあ、あとあれか、リンディちゃんとかもそうだったっけ。というわけで、とりあえずやることやっていきたいと思いますけど、まずガチャからいきますか。サクッと。こちらですね。それ以外はとりあえずいいかな。行きましょう。まず、翔子ちゃん引くとこから始めます。引くまでとかやらないですけどね。とりあえず一回勝負。さあ、まず、夜、桜、杏仁ちゃん、金扉っていう名前ね。桜なし、普通扉。杏仁ちゃん、普通ズリフ。星4以上確定しましたが、星5が出るとは限らない。どうだ？ない昇格もない最低保証。最低保証来ました。嬉しくねさすがに嬉しくない。あと、シュレーと誰だっけ、シュレーと、シュレーだけだっけ。みんな星3は絆マックスになったんじゃない ?3 分以上。しかも構想、なんで構想、せめて10条実行よ、そこ。残念でしたね。あ、シュレー来た、来たー、マックス。これは、これ来たんじゃない、多分シュレーだけじゃなかったっけ。これで星3フルコンプか、散歩系。散歩系の星3武将はフルコンプしたんじゃない、絆マックス。計画。
まあ、ちょっといろいろ残念ではあるんだけど、まあでも、うん、違う。これ来たんじゃないですか皆さん。ついに来た。散歩家発散武将進行度マックス計画完了か。フルコンプか。素晴らしいですね。そしたら圧巻のものが見れそうです。ドキドキ。そうだと思うんだよね。で、シュレイが終わった。で、ガセイさんも終わったんでね、この辺ね。来たんじゃないこれ。来ましたね皆さんやりましたよ。これはやりました。これで散歩系の、まあ逆にもうあとは絆変換されるだけにいってくるわけですけども、これはこれでもいいですね。目標達成。逆にここから新規が追加された時に、その新規をマックスにしていくのが大変なんだけど、まあそこは気合で。いやでも なんだかんだで綺麗に終わりましたね。素晴らしいですね。これは感動的。やったぜ。完全に終わりましたね。で、対戦版の星さんがもうちょっと。まあもうちょっとですが、結構後の、まだまだだけどね、対戦版の方は。対戦のプレイができてね、もうちょっと対戦ポイント稼げてればもっと全然いけてるんですけど、そんなにまだできてないからね。ちょっとね、対戦をやりたいんですけど、なかなかね、今はまだちょっと経済力がないので、うまいことね。ちょっと新しい仕事とかもうまいことっていうのはちょっとね、やっていきたいんですけどね、どうなるかはまだちょっとわからないです。で、散歩系は星にも終わってるんですよね。散歩系だから散歩系武将のコンプは結構いい感じです。まあ散歩系ただ星1がダメなんだけどね。で、対戦版の星2はあと巨長を残すところですね。で、散歩系版の星1は誰一人終わってない。で、対戦版の星1があと残すところソモで終わりというわけで、だいぶ進行度マックス計画、箱取っております。いい感じです。さて、で、あとは、113か。まあ、スタミナはちょっとあれで使うとして、まあ、なんならね、まあ、なんかな、あれはまた別でやった方がいいかな。で、とりあえず、木札交換のところに、あ、そうか、鍵もある。もうかもしれない。で、鬼級バシバシやって、素材を変化したね。で、武将が、新旧の新旧初ゲット。というわけで、天下の名君としての行いに期待する。はい、あの、それは商品じゃ、失礼しました。というわけで、そんな感じですかね。ほんじゃ引き続きいろいろやっていきたいと思います。新旧と両方を組ませる。あんまりでもほうね、結構限界なんでね、一回寝たいと思います。終わったらねなんか最近ね、なんかすごい眠かったりとか、こうね、声がね、なんかずっと本調子じゃないって感じなんですけど、まあなんか負けずに頑張っていきたいと思います。そんなにあれかな、どうなんですかね。私は基本的に家にじっとしていることが多いので、散歩以外はね、いや人ともそこまで、まあ、ね、家だとあんまそんなに家族とも会話しない、まあ全くしないことないけどね、そんなにずっと喋ったりとかしないから、この実況とか配信してるときは喋りっぱなしになってるから、でもそのせいな気もしなくもないんだけど、だからその上でさらにあれか、喉のケアをしていけばいいのかな。あとは風邪っぽいのは風邪を治せばいいっていう話だからね、眠いのはちょっとどうにもならないっていうか、もう2ヶ月も今運動、毎日ほぼ運動、まあ軽い運動だけどね、続けてるんで、そろそろ体力もなんかついてきてもいいと思うんだけどな。その割になんか眠気が常にあったりとかして、悩ましいですね。まあ、その辺もね、うまいことやっていきたいと思います。というわけで、じゃあ今回この辺で終わりましょう。次回はあれですね、この、諸葛凛ちゃん襲来のやつだったり、バリオの、鬼級だけかな。動画、一応エセ攻略動画を上げたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。